脱穀ひも作り人生をかけてます。チーズベリー代表マッキー。今日は皆さんにお伝えしたいことがあって、チーズベリーが加盟している脱穀ひも安全協議会のアンケートが始まります。イエーイ。アンケートって何ですか？まず脱穀ひも安全協議会って何っていうところなんだけど、脱穀ひも安全協議会は日本国内で脱穀ひもを販売しているメーカーが集まって、安全の啓発とかいろんな脱穀ひもについてっていうのを学ぶ場所だと僕は思ってます。その脱穀ひも安全協議会で毎年アンケート調査を実施してます。そのアンケート調査っていうのはヒヤリハット、抱っこひもを使用している時に事故とかいろんな問題がないかなっていうのを調査して、その調査を分析して、でそれぞれ各社がもっといい抱っこひもを作るために宿題を持って帰って商品にズド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 って埋め込んで、さらにいいものを作っていこうっていう感じ。今回は12月の14日からアンケートがスタートする。締め切りが来年令和3年の1月15日0000時まででやってます。これぜひちょっとみんなに参加してもらいたいのが、実際にありのまま自分が抱っこひもを使用して安全に使用できたとか使用できなかった、じゃあ使用できなかった理由っていうのを具体的にドゥエーって書いてほしい。それをきちっと集計するから、集計するのがうちとベビービョルンさんとアップリカさんかな、3社で集計するんだけど、きちっと集計して、で抱っこひも使用時におけるこういうことが事故の原因で多いですよっていうのをきちっと出します。だから皆さんにも結果は YouTube でもお伝えしますけど、その結果を見てもらって、じゃあ日頃どういうことに注意しとくべきかっていうのを心に入れてもらって過ごしてもらえたら、ちょっとでも抱っこひもを使用してる時の事故っていうのがなくなるんじゃないかと思ってます。ランダムで50名の方にクオカード500円分もらえるので、概要欄にそのアンケートリンクのフォーム貼っとくんで、ぜひぜひ調査の協力をよろしくお願いします。じゃあ概要欄へゴー。タッタッタッタン。Sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a